s i、si、シリーズは、ヤマハのシンセサイザーの機種の型番、商品名。同社のシンセサイザーには、SY-1、si、SY-2、si、という1970年代に発売されたアナログシンセサイザーもあるが、ここでは1980年代末から1990年代前半にかけて発売されたデジタルシンセサイザーについて記述する。 このシリーズの特徴は一部の機種を除き、PCM 音源と FM 音源のハイブリッド音源を搭載し、両者を掛け合わせることで音色を作り変えられるという点である。エフェクターや一部の機種を除き、デジタルフィルターも内蔵していた。モジュールタイプは TG シリーズと名付けられた。アフム音源部分はデラックスシリーズの FM 音源より大幅に強化された。 デラックスシリーズのオペレーターはサイン波だけであったが、アフム音源ではサイン波以外に数種類の波形を選ぶことができた。フィードバックループがあるオペレーターはデラックスでは1個だけだったが、アフム音源では3個になっている。オペレーターの接続バリエーションであるアルゴリズムでは、タスキ掛けのような複雑なものも装備された。さらに出力はレゾナンス付きのデジタルローパスフィルターを通り、 フィルターカットオフをアナログシンセと同様エンベロープジェネレーターやエレフォーで変調することができた。さらに PCM 波形でオペレーターを変調することができた。この場合のキャリアとなるオペレーターは 0Hz 固定に設定する必要があった。デラックスと同じ6オペレーターであったが、これらの機能により非常に複雑な音作りが可能であった。 94年には音色合成より伴奏データ作成を主眼に置いた W シリーズが発売され、それに移行したとも考えられるが、W シリーズの発売後も SY99, SY85, SY35 は継続販売されていた。直径の後継機種と言えるのは、98年発売のハイブリッド音源を搭載する EX シリーズで、これらの発売に伴い製造中止となった。 その後、2016年に、モンタージュが発売されることで、ヤマハ製の FM 音源搭載のハイブリッドシンセが、久々に世に現れることとなった。SY77、ありがとうございます。